はいえー、熱処理設備の水質管理専門、冷却等の水処理や水のかかりつけ医、株式会社セールスエンジンの杉山です。こんにちは。はいえー、今回はああのー、工業用水とお止水の違いについて、えー、お話ししたいと思います。まあ、あなんか止水っていうとですね、なんのこっちゃって、あのー、要は飲料用のお,お水、 もうですね私たち、まあ、一般的にこう止水、ね、市が管理する水という呼び名をです、ねえー、します。えー、それと、あと工業用水、えー、工場などで使用する水。えー、これは特別にですね、まあ、工業団地とか、まあ、大手の工,工場さんなんかに、えー、配管を引っ張ってですね、えー、整備されている工業用水。 で、それと、かたや、その、死水。えー、この二つの水なんですけど、何が違うのかってよくですね、あの、聞かれるんですけど、あの、水質的に見たらですね、私たちのお感覚からしたら、ほぼ一緒です。で、大きな違いは、まず値段がですね、えー、大きく違うと。まあ、かたや、あのー、一トンあたり、まあ、何百円とかですね、えー、するう止水とお、工業用水。 っていうのはもう、そうですね。半分以下三分の一とかですね。まあ、それぐらいの金額じゃないかなと。で、まあ、工場で使用するため、まあ、大量にですね、水を使うということで、その、まあ、そういう利用の仕方っていうことでですね、あのー、やっぱ工業用水っていうのは、すごく金額が安いと。で、まあ、水質の面で言うと、何が違うのかっていうところで言うとですね、あのー、 水道水はやっぱりこう飲料用として、えー、供給されてるんで、あのー、まあ、水のですね、雑菌、えぇ、ー、まあ、こういったあの、滅菌処理をしっかりされていると。まあ、それもなんか飲料用としてのこう、基準があってですね、ちゃんとそれをクリアしているというのが、あの、飲料用水。で、まあ、止水なんですけど、まあ、たや工業用水はですね、もう雑菌が、あすごく多い。えぇ、ー、まあ、滅菌処理をされてないって言ったらいいでしょうかね。 あの、要は工場で使用するんで、あの飲み水としては使う,使うような目的ではないんで、あのそこまであの飲料用みたいにコストをかけてないということですね。で、大体ですね、冷却灯で使用されてるっていうのは、この工業用水が多いもんで、で雑菌が多い状態で冷却灯の中にあの供給されると。で、えー、そこがですね、すごく大きな問題点で、 雑菌が入った状態の補給水を供給するとですね今度は冷却水でさらにあの濃度がどんどんこう高まっていくんですねでそこで爆発的にですねあの雑菌が増えるで、まあ、最近にあの、まあ、私たち、ね、九州の方であで大分の方なんですけどあのそういうレジ,のレジオネラ雑菌の,あの大量繁殖 がですね、えー、まあ温,泉温泉ですかね、浴場で発生しまして、えー、少しこうかなりこう、ね、ヤフーニュースなんかで問題になってたんですけどね、でそのようにこう供給される水から、えー、雑菌が入って、でそこで冷却塔の中で、えー、大量繁殖をする、まあ、こういうことがですね実際起こるんですね、まあ、レジオネラに関してはその外部の,あの空気からもかんあの入ってくるんですけど、まあ、供給元としてはそう工業用水もです、ね、あの同じなんかなと。 いいうふうふに思いま,すまあとにかくその雑菌が多い水それと止水はあのちゃんとこう雑菌処理をしているっていうのがですねこう大きな違いで単価もこう大きく違うということですねであのやっぱり冷却塔ってその水をかなり使うんでこのどちらの水を使用しているのかっていうことはですねあの非常にこう大きなあコストが関わってきます なので、まあ、一度ですね、あの自社のお水はどちらの水なのかっていうのは、ですねあのチェックされておく必要があるのかなというふうに思います。はい、えー、今回はですね、工業用水と止水の違いについてですねお話をさせていただきました。はい まあそういったちょっと水ね、あの、水をちょっと見てほしいっていうお客様にですね、今、あの、冷却水の無料診断サービスっていうのを行っています。で、ペットボトルに水入れてですね、あの、お送りいただきますと、あの、いろいろこちらの方で分析等を行いましてですね、あの、まあ、今お困りのその、例えばスケール、うん、まあそういったもののどういう対策をすればいいのかとかですね、改善方法なんかご提案してますんで、ぜひ、お問い合わせください。 はい。えー、熱処理設備のトラブル激減、えー。10年経っても安定稼働。熱処理設備の冷却水マジ夏場に向けてもマジやばいとかですね。あのー、冷却水の水量むちゃくちゃ低下しているとかですね。まあそういったスケールでお困りでしたら、あーセールスエンジと検索をいただけますと、詳しい情報をですね、えー、ご覧いただけます。どうぞよろしくお願いいたします。